どうぞお座りくだささい。い <laughs> 拍手ととかかれるとなんかすごいあの恥ずかしいね <laughs>。<laughs> は,はようございます。皆さんお元気ですか How are you doing today? 多分みんなはこう思思っていると思います。Think 梅雨は嫌やな。Like、でしょう <Right? S 2> ものすごい湿気でしょ、外。もう少しの辛抱です。<laughs> これがないとねあの、森は喜びません。 But if we でも今日,の、ね、あの今日も皆さんに会えて嬉しいです。今日、野田先生は大阪に行っているので、えー、私が今日、えーと、久しぶりにメッセージをさせていただきたいと思います。Today, is going to Osaka, and so、夏に向かっていろんな、ね、クリスも言ってきましたけどいろんなあのイベントがあります。We have a lot of これは暇だからイベントをするんじゃなくて家族で集まって coming together as a family. 本当にイエス様を知ってお互いに愛し合って loving each other. そして食べる <laughs> And <we> eat.、ね、そのようなあの夏にしていきたいと思います皆さん、あのアーメンとかお願いしますね <laughs> you <can> respond. イエイとかお願いしますね。You know, 反応がないと、あれ、ちょっと話が伝わってないかなと思うから、すっごいこう見えて自信がないのよ。あれどう言っていか分からんよね。では、今日のメッセージのタイトルいきます。信信信信じじじじるるなないいい はいこれはあのヨハネによる福音書20章の1節から、えー、ちょっと長いので抜粋して、えー、読みます。ま、so so、まず1節見ますねさて、週の初めの日マグナラのマリアは朝早くまだ暗いうちに墓に来たそして墓から石が取りのけてあるのを見た。

平安があなたにあるように。こう言ってイエスはその手と脇腹を彼らに示された。弟子たちは死を見て喜んだ。イエスはもう一度彼らに言われた。平安があなた方にあるように。父が私を使わされたように私もあなたを使わします。そしてこう言われると彼らが彼らに息を吹きかけって言われた。精霊を受けなさい。あなた方の罪,罪を許すならその人の罪は許され。あなた方が誰かの罪をそのまま残すなら。 それはそそのままま残りますそして24節十二、えー、弟子の一人デドモと呼ばれるトマスはイエスが来られた時トマスは彼らと一緒にいなかったそれで他の弟子たちが彼に私たちはイエス様見た!」と言いましたしかしトマスは彼らに「私はその手に傷の跡を見私の指を釘のところに差し入れ」 まだ私の手をその脇に差し入れてみなければ決して信じませんと言った8日の後弟子たちはまた室内にいますトマスも彼らと一緒にいた戸が閉められていたがイエスが来て彼らの中に立って言われた平安があるようにそしてトマスに言われたあなたの指をここにつけあなたの手を見なさい手を伸ばして私の脇に差し入れなさい信じないものにならないで Amen. Amen. So we'll continue reading from verse 18. Mary Magdalene went to the disciples with the news, I have seen the Lord. She told them that he'd said these things to her. And on the evening of the first day of the week, when the disciples were together, with the doors locked for fear of the Jewish leaders, Jesus came and stood among them and said, Peace be with you. After he said this, he showed them his hands and his side, and the disciples were overjoyed when they saw the Lord. Again, Jesus said, Peace be with you. As the Father has sent me, I am sending you. And with that, he breathed on them and said, Receive the Holy Spirit. If you forgive anyone's sins, their sins are forgiven. If you do not forgive them, they are not forgiven. Now, Thomas, also known as Didymus, one of the twelve, was not with the disciples when Jesus came. So the other disciples told him, We have seen the Lord. But he said to them, Unless I see the nail marks in his hands, and put my finger where the nails were, and put my hand into his side, I will not believe. A week later, his disciples were in the house again, and Thomas was with them. Though the doors were locked, Jesus came and stood among them and said, Peace be with you. And he said to Thomas, Put your finger here. See my hands. Reach out your hand and put it into my side. Stop doubting and believe. And Thomas said to him, My Lord and my God. Amen. Amen. あのお腹大きいのに通訳してくれるんです。<Yes. S 2> あの生まれないように祈ってください。興奮して生まれないように。<Yeah. S 2> まあ <Yeah. S 2> 私が立ち会うから大丈夫よ。<laughs> okay. 私カオリンの助手さん二回立ち会ったから。ら

ほうがっていうぐらいメインの場所なんです。生まれるっていうのは当たり前じゃん normal to 当たり前ですよね。ごめんなさい、今日ちょっと関西弁になったら許してください。<laughs> <laughs> でも、イースターっていうのはイエス様が死んで復活した記事なんですよ。こんな興奮する記事は。 どうにもないんです、no、article, article みんな、何に興奮しますかよくねあの、私の知り合いで芸能人大好き、牧師夫人がいるんですよ。東京で時々お茶とかすると、あのテレビ局がこういて、あの渋谷とかに。 芸能人だって言ってブワーッ出してくるよ。テレビテレビだとか言って、行くわけですよ。ちょっと面白いでしょ。でも、この最近、食パンブームって知ってます食パンだけの店があるんですよ。 その食パンを求めて1ヶ月待つ人がいるんですよ。原駅のそばに食パン屋さんがあるんですけど、朝7時から列ができています。 食パンとイイエエス様の復活どっちがエキサイティンングですか食パンよりもエキサイティングしないといけない。みんなしょ <Like S 2> そういうふうなブームに行くとバーって走るじゃない。並ぶでしょ <Right? S 2> But why? でもこの時、今日トマスから見たいんですけど、トマスや弟子たちは復活を聞いた時、どこにいたでしょうかそれが一つ目のポイントです。閉まった戸の中にいるんです。 閉められたたの中に弟子たちはいるんです19節と26節、2箇所に室内にいると書いています。なぜこんなエキサイティングな話の、イエス様、十字架にかかる前、よみがえるよって言ってるんですよ。それが現実に起こってるのに、どうして 部屋に引きこもってるんですかそこにははっきり聖書にこう書いていますね。19節ユダヤ人を弟子たちは恐れてた。これはいわゆる迫害を恐れてたんです。恐れて彼らは家の中に閉じこもってたんです。いわゆる今で言う引きこもりです。 引きこもり状態だった。私こ、ここジャーナルしてて与えられあの、教えられたことなんですけど、なんで彼らは恐れたんだろうなぜ部屋にこもらなければならない何があったんだろうユダヤ人を恐れたってどういうこと それはこの復活の前を思い出してほしいんです。復活の前、イエス様は何をされたんですか十字架にかかりました。その時、弟子たちはどうしたんですかイエス様はついていきましたかみんなイエス様を知らないと言いました。 みんな、イエス様知らないってみんな離れていったんです。私はこう思うんです。彼らはその不信仰な自分を責めるゆえに閉じこもっていたんじゃないかなと思ったんです。もう外に出るにふさわしくない自分だと思ってたんです。 イエス様が弟子として選んでくれたのに、僕はイエス様を裏切った。だから復活されたって聞いても、イエス様ありがとうって正面から行けなかったんだと思うんです。そして神様に対する恐れと。 and they were maybe afraid of god. They were afraid of people of persecution. They were blaming themselves that they had betrayed Jesus. And so I think they had just lost their confidence. And Doesn't that happen sometimes? Sometimes our failures put us into a cycle of fear. ね、イエス様信じますと言って次の日には疑ってしまう自分を責めませんか <laughs> 私たちい、弟子たちと全く同じですよ。The same as these disciples. 一歩踏み出せない。勇気持ってイエス様のところ飛び込めない。すぐぐらぐら動いてしまう。 それが皆さんの心のドアを閉めさせていくんです。ね、ロックかけるんです誰も入らないで、私に like,、no、その弱いところを突っ込まないで,で鍵を閉めて <lock> そして指紋認証とかでロックして。 それも嫌だから、顔認証にしてそれでもともっと締めたいから秘密の質問とか作って <laughs> And you still パスワードをすっごいの作って誰も入らないでイエス様 <here> 入らないで Even Jesus come in. 皆さんの今の心の状態どうですか ロック閉めてませんか <it> どうですか <it> でもイエス様はどうしましたか do, イエス様は彼らが閉めてあったところに来て彼らの中に立たれたって書いてます。 時々聞くでしょ、イエス様はジェントルマンだから、土足で入らないよ、あなたの人生にって言うよね。You know, say, でもここは違います。もう土足で入ってきます。恐れてんのかって。Like, イエス様はそういう方です。 Jesus is like、that sometimes. なぜですか <Why? S 2> あなたが恐れていることを知っているからです。あなたがビク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 怖がっているのを知っているからです。イエス様は見てられないんです、あなたを。なぜですか、so、なぜですか <Why? S 2> あなたが大好きだからですよ。あなたを愛しているからですよ。He loves you.

どういうことその部屋の真ん中におられたということではないんです。あなたの恐れの真ん中に来られるんです。皆さん、だから恐れないように祈るんじゃなくて。 イエス様は私の真ん中に来てって言うんです。え、恐れないって祈,れない祈らなくていいよ。私は恐れませんって告白しないでもいいです。イエス様は私の真ん中に来て。イエス様はあなたの恐れの真ん中に来ます。そして何て言われるんですか平安があなたにあるように。 Peace be with you. 私たちが欲しいのは平安じゃないですか peace,、right? 恐れない心じゃないんです。Heart, 平安なんです。<want> 平安がイエス様はみんなに必要だっていうのは知ってるから平安があるようにって言われるんですよ。Peace, so、says, 皆さん、イエス様はあなたのど真ん中の恐れに来てくれるからです。それを。 信じますか。信じませんか。<laughs> 皆さんの、え、皆さんが選んでください <laughs>。私は信じます。なぜ <believe> なら恐れるからです。この世のもので恐れを取り除くことができないの、もう十分知っています。私たちは人を恐れるんです。ユダヤ人を恐れました。 どう言われるかななんて言われるかな what are they gonna say? クリスチャンってなんて言われるかな弟子だって言われてそれらしくないし not acting、like、a disciple. それは私の同じ声です皆さんこの真っただ中にイエス様を迎えてください Jesus to the center the 今日恐れではなくて平安を持って帰ってくださいあめ <Amen. S 1> みんなの顔つきが変わることを期待しています。<laughs> 2つ目はこれです。<next> 疑うのではなく、イエスの傷跡を求めましょう。疑うんじゃなくて、イエス様の傷跡を求めるんです。もう一度トマスを見ますよトマ。すごい面白いね、トマスっていう人。大好きすごい親近感が湧く。

And Thomas's answer was, unless I see the nail marks in his hands and put my finger where the nails were and put my hand into his side, I will not believe. What do you think about this kind of prayer? If you prayed like this. You know, when I first read this, I was like, he's really self-centered. Eh, soko ni desu to issho ni inakatta anata ga warui janai? Cause he みんなね、ライフグループとかでそう言わない <laughs>、like、求めないから悪いんじゃない礼拝来なかったからじゃないでも、そういうシチュエーションいっぱいあると思うんです。トマスはこうも言うことできた。And Thomas was like、this. なんで僕がいないときにイエス様復活したんですか 僕は弟子ですよ。僕を忘れたの、イエス様ああ。僕はやっぱ信仰がないからか。で、どん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 自分を責めることができるんです。Down, down そして神を責め出して。次です。多分こうこうも言うことができた。ペテロ。ピーターイエス様が蘇ったとき、なんで。 n e エス様復活したよ」ってどうして電話の一本ぐらい入れてくれないのみんなだったらそう思いませんよくやるでしょどうして僕誘ってくれないんですかとか。そうすると不信感が湧くんです。ああ、僕は愛されてないのか。 ああ仲間だと思われてないのか、oh, そしてトマスはこうも言えるでしょうもう十二弟子やめたやめた一番エキサイティングするときに僕がいなかったからやめた こういうシチュエーションいっぱいありますよ、私たち。Kind of イ e s 様見たってすごいことです。皆さんどうですか、教会で誰かの祝福聞きませんか church, blessing,、right? 誰かが用いられていることを聞きませんか誰かが祝福されたってことを聞きませんか 誰かがいい車買ったとか聞きませんかボーナスが出た。あもうすごい用いられている人がいる。トマスと全く同じシチュエーションですよ。ちょっとレベルが違うけどね <laughs>。でもトマスは人を責めなかった。チームを責めませんでした。 He forget his team. そしてイエス様を責めませんでした私がトマスを尊敬するところは次です私もイエス様の傷跡を見たいとイエス様を求めたところです Jesus, said, その祈りというのは普通じゃない祈りですの子たちが見たのならののの

皆さん、ここでトマスから学んでほしい。何をか この厚かましい信仰です。Kind of 皆さんどんな祈りしてますか？Kind of イエス様、まあ、これぐらいなら聞いてくださいますよね。そんな傷に指を入れるとか、それはちょっと自己中心ですよね。Kind of いや、イエス様はそこまで私の祈りに応えてくださらないでしょうね。Kind of そうではありません。 皆さん目を覚ましてください皆さい皆んの祈り、どんな祈りですかこのトマスのように、切にイエス様に会いたいって求めてますか なんか聖書パラパラって言って、あなんか感動しない、いやめたってなってませんか、like like, oh, moved, あなんか今日教会来て、あみんないるしあ、私なんか愛されてる、大丈夫とか、そんな信仰じゃないですか、okay、ね今年の聖書箇所どこでした詩援100編です。何 <Psalm 100. S 2> ですか 私たちはいつもいつもどんな時でもまず主を知るんです私たちは出来事を求めます奇跡を求めます,めますでもイエス様はトマスにどうやって答えられましたかあなたの指をここにつけて私の手を見なさい

ですか皆さん、祈りはね、神への叫びなんですよ。長く祈るとか短く祈るとか関係ないんです。あなた、どんなふうに祈っても大丈夫。なぜかイエスが取り出すからです。 イエス様が全部取り出して神のところに持ってってくれるんです。だから大胆にイエス様は私のところに来てと祈り求めてください。その傷を見せてと祈ってください。さい皆さん、この傷に触れるんです。イエス様の手の傷、出会いましたか イエス様の手の傷は私たちの罪からの恐れからの解放です脇腹にどうして刺さ,刺されてくださったんですか矢をこれは死の恐れを意味するんです私たちの恐れは死や罪の恐れじゃないですか私たちの平安はここに出会うしかないんです 傷に触れるんです。リーダーに求めるんじゃないんです。人の祝福を妬んでいる場合じゃないんです。私たちはそれを通して、この種に出会うんです。皆さん、祈り、厚かましくなってください。 祈りを諦めてる人があったら、諦めないでください。イエス様に出会い続けましょうよ。イエス様はあなたの祈りに必ず応えます。傷に触れていいよ。傷に触れていいよっておっしゃるんですよ。皆さん、自分の傷見せたいですか 過去の傷見せたいですか傷んだ傷見せたいですかイエス様は見せてくださる方です。その天皇、お父さん。 イエス様に毎日近づいてください仕事以上にイエス様に近づいてください奉仕以上にイエス様に近づいてください主はそれを本当に待っておられますイエス様みんな待ってるよいいですかイエス様求めてね So、今週の祈りが変わりますようにお互いに厚かましい祈りしてるっていつも言ってください other, 日本人は遠慮深いから綺麗 you know,、ね、だこの祈り合ってるかなって祈ってると思うから like, 皆さんの祈り合ってますよそして3つ目です Go to the third point. キリストの体は一緒に成長します。キリストの体は一緒に成長します。ね、教会はキリストの体だと言っています。ね、体、ね、皆さんあのあ、ちょっと先週より右手がちょっとだいぶ成長したなとかあります <laughs> ちょっと左足だいぶ小さくなってきた。ないでしょ that happen,、right? 教会も同じですよどういうこと What does this mean? あなたが祝福されたら、それは私の祝福なんです。あなたが成功したら、それは私の成功なんです。If ちょっと、ちょっと、<laughs> えっと、あなたが、誰かがボーナスもらったら、If you receive a bonus, あなたもボーナスが来るんです Then my bonus too. 上から God gives us all bonus. そこでひがまないんですトマスが素晴らしかったのは、ジェラシーを持たなかったことなんです。 私たちはそこでジェラシー持っちゃう。なんであの人だけ祝福されてんのなんであの人だけ奇跡が起こんのなんであの人だけ幸せなのトマスはそれをやらなかった。私たちトマスに習うべきです。だから皆さん、誰かが歌が上手。 ね、素晴らしいと思う。S great. <S 生まれ変わるなら歌がうまくなりたい。<laughs> 生まれ変わらないようね, <laughs> ね。でもそれはあなたも歌がうまいと同じことなんです。祝福というのはそういうことです。何かここでな何か比べ合わないです。I mean, we 全ての器官は同じように成長します。でも誰かが痛んだら私たちは共に痛みます。誰かが悩んでいたら共に悩みます。ね、これがキリストの体です。放蕩息子の話ありますよね。お父さんの財産全部使った息子が帰ってきました。 でお父さんはその息子にもうバーベキューパーティーをします。Father, そして最高級のまあ言うとエルメスみたいな服を着てます。Kind of で、指輪をくれます。Nice、それを見て兄は何と言いましたかお父さんは僕に一個もくれなかったよ。 はい、ここでジェラシーが生まれます。Hello, <jealousy. S 2> ね、その時お父さん何て言ったか。What did the father say? 息子、お前はいつも私と一緒にいるじゃないか。この真理です。This truth. あなたも私と一緒にいるんだよ。He says, always with me 私のものは全部お前のもの、ルカの15、31。一。ル15。 everything have everything yours everything i have is everything everything 全部 <Everything> 全部です <Everything> 皆さん、全部って言ってください。<Say everything. S 1> <laughs> 全部です。<Everything> もう何回も言うよ、全部です。Say it again. Everything. 本当にもうまだちょっとやと思ってる人がいるから。もう見えるから。 I can see 全部お父さんのものはあなたのもの <laughs> だから求めたらいいんですよお父さんにどうして人見るんですかどうして誰かと比べるんですかどうして自分はないって言うんですか say, 主に求めたらいいだけですよ。ですか？祝福は神が一方的にくださる恵みです。 私たち、本当に悔い改めないといけないと思います。この神様の神の国の祝福論を持ってください。いいでしょう神の国の祝福論。えっと、詩篇の25の9にこう書いてます。謙遜になって主のもとに帰る人に、主は最良の道を教えてくださいます。 皆さん、謙遜になって誰のところに帰ってくる人ですか、so、humble, 主のところに帰ってくる人に主は最高の道を教えてくださいます humility,、right. 自分で探すんじゃないということです。 人と比べるんじゃないということです。私たちは減り下るということが大事って書いてますね。<laughs> そして、主のもとに変えるんです。皆さん、この祝福いただきたいでしょ <laughs> 天のお父さんのもの全部欲しいでしょ <laughs> 欲しい人。<laughs> ががってない人いいなな人人る欲し私は絶対欲しいです。絶対に欲しい。努力で得られないものが欲しいです。私の努力なんか大したことないから。もうどうせ3日坊主やし。私の人生で努力っていうのが一番。 苦手な言葉ですね、really like、だから本当に恵みが欲しいです。So、あ,あなたもそうですか <laughs> yeah, ね皆さん、神様の国の祝福論を持って帰ってください。So、トマスのように主のところに帰る人になってください。Like、Thomas, そして最後です。じゃあなんで主はね、なぜ主はあなたに平安をくださるんですか それは使わされるためなんです。えぇ、ー、カモン燃えてきた, getting, てきた使わされるために神様は平安をくださるんです、so、あなたが、あ、平安って、寝るためにくださるんじゃないんです。 何もそれがないって寝るために平安をくださるんじゃないんです。21節読んでください。もう一度彼らに言われた平安があるように父が私を使わせたように私もあなたを使わします。あなたを使わします。 Says, そして彼らにどうされたかフーってされたって。<breath> あれ大丈夫ついてきて。フーって書いて,あったもん書いてあるもん。ふーって。書みんない <It> says, の聖書にふーって書いてない。書いてないキを吹きかけられたんだよ。ふーって。もういいもういい <laughs> もういいすみません。もう一回。ふーって。<laughs> ね、精霊を受けなさいって。 皆さん、私たちに必要なのは聖霊です。イエス様は平安をくださいます。平安と聖霊です。それをもって神はあなたを使わしたいんです。何を届けるために私はイエス様に会ったということを伝えるためです。 私、イエス様に会ったよ。みんな、イエス様に会った会ったでしょ会ってない人は今日出会いましょう。神はあなたを使いたいんです。どんなに鍵が30、40にあったなってたとしても、主は

真ん中の、ただ中にイエス様から入ってきてくれるんです。精霊こそ、私たちの臆病の霊を解放してくださいます。最後、トマスはどういう人生を送ったか知ってますかトマスはインドに宣教行って、最後、殉教するんです。 トマスは最後、殉教するんです。He was なんで殉教できたんですかイエス様の傷を見たからですよ。イエス様が脇から流してくださった跡を見たからですよ。皆さんに聞きたいです。あなたのクリスチャン生活の原動力、どこにありますか 結婚するため違いますよ。ボーナス出るため違いますよ。牧師になるため違います。私が祝福されるため違います。イエスに出会うためです。イエス様はあなたに出会いたいんですよ。毎日毎日。 あなたが恐れている,ている場所であなたが葛藤している場所でイエス様、出会いたくて出会いたくて仕方がないんです。この方、信用してほしいです。この方、本当に信用してほしいです。そして、精霊を受けてほしい。イエス様、オープンになって。あなたに平安をくださいます。 そしてあなたは本当に知らないあなたが計画している以上のところに使わされていきますよ。だから自分を諦めたらいけないんです。So、hey, 自分諦めちゃダメ。皆さん今日本当に目の前に出てほしいです。皆さんに最後聞きたいです。Like、トマスは最後こう言いました。 私の主、私の神。Said, 私の主、私の神。My God, my 皆さん、何と言いますかイエス様に。誰かの神じゃないですよ。S <S あなたの人生の主となっていただ,こういただきましょうよ。皆さん、最後聞きますよ。So このイエス様、信じますか信じませんか皆さんの選択によります。人生はこの選択で人生が変わっていきます。あなたに、あなたが平安が欲しいなら、平安の主を選んでください。使わされたいなら、イエス様を選んでください。 If you want to be sent out, if you want to be released from jealousy, then no Jesus. I'd like to pray, would you please stand?